こんにちは。ということで、マーダーミステリー J。 ちなみに初めてやります。マーダーミステリーというものが何なのかもよくわからないままやります。なので大変ご迷惑をかけるかもしれないですけど、やっていきましょう。ジロジャッジメントはやったことあるんですけど、入ってみます。おお、え、ちょっとデザインが若干違う。あー、じゃあこいつでミカ。ルール基本時短禁止。初日のみ参加後、初日ネズミ PP 禁止。指定された時でも共有度は OK。 死にたがりでも基本恋優先。参加ゾンビは恋裏切りか。なるほどね。はいはいはい、把握。ちょこれは一族陣営。殺人犯と遭遇すれば移動先でも殺害されるから、通常の一族よりも移動できる回数が多いが、いかに彼に部屋を移動し身を隠すことができるかがゲームの勝敗は分かれる。こいつが死んだら終わりか。はい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 。双子の一族、いつも一緒に過ごしてる仲良しの双子。ちょっと待って、ショーンなんだこれ、イメージが。一夜だけの決死の覚悟で他の家に侵入し、その家のアイテムを確認できる。殺人犯に遭遇すると殺される。後追いかどうかは設定次第。後追いは双子の後追いはなしか。はいはい。召使いは、部屋を見れば犯罪者かどうかわかる。あ、占い師みたいな感じか。元軍人は、部屋の出入りを制限できる。皆動き出す前に守る部屋を制限。あー、なるほどね。部屋に侵入しようとして侵入失敗する。守っている部屋のアイテムを確認することや、共有部屋の内容を確認することはできない。証拠はなくとも直感で犯人を逮捕してきた。思い込みの激しい一面を見せる警部。犯人を間違えてもいつものこと、一度見逃してもらう特権を持っている。毎夜お金、そのようなアイテムを確認。あー、二度目の告発は追放される。判事は殺人犯以外は無差別に追放。ただしその人物殺人犯の場合は逆に自分が追放される。は？あ、そうなの。私立探偵はボディーガードを頼まれたら断るために訪れた判事殺人事件に遭遇。確認したアイテムは凶器か凶器でないか確かめる。はい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 。とりあえず殺人犯と凶器を判明したらいいんでしょ。連続殺人犯、これか。殺害された人物の部屋は立ち入り禁止となる。同部屋で、なるほどね。複数人遭遇の場合はランダムで殺害。陣営処理状況、一族の滅亡。まあ要は一族がぶっ殺せば勝ちになるのか。黒医者、あ、これも殺人犯陣営。薬を飲まされた人はアイテム確認ができない。あー、眠らされるんだ。はい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 。未亡人は殺人犯陣営。一族の宝を見れば一族の宝を見ることができる。怪盗っているのかな。怪盗はいないか。宝を見た後に殺人犯が追放される場合、身代わりとして未亡人が追放される。なるほどね。未亡人は誰が一族か分かるのか。ささやく共犯者はそのアイテムを見られる前にすり替える。殺人犯が分かる利点を利用し、殺人犯の凶器と他の部屋のアイテムをすり替えることができれば思わぬ方法へ。凶器みたいなものをすり替えることができて、それをすると殺人犯を偽装できるのか。はいはい、まあなんとなくわかりました。はい、なんとか頑張ります。大丈夫かな。怖いな、この人狼ゲームってこんなドキドキするんだ。やーべ、迷惑かけないかな。怖くなってきた。うわ、やべ、始まっちゃうよ。どうしよう。頼む、なんか未亡人とかだったらまあ理解できる。なんか変な役職が、うわ、ちょっと待って。まあ、村川陣営ってことはとりあえず分かったわ。先ほどわしらに殺人予告が届きよったわい。なあ、いつものことじゃ。殺せるもんなら殺してみろ。絶対死ぬね。こいつが最初に死ぬってことだけは分かる。待って。あなたの部屋には何もありませんでした。はい、連続殺人犯が行動しました。ああ、これ死んじゃうみたいな。連続殺人犯は凶器を持ち帰りました。
動機と殺人犯を解明してください。もし正解ならこちらの拳銃で主人を殺した犯人を処罰させていただきます。なるほど。俺は一回までならミスれるんだよね。おはよう、おはよう。はい。にやり。よろしくお願いします。ベンチ。ノーアイテム。はい。言うんですね、それ。はい。アイテムないですよ。二つだけ？アイテムはサンドラがレッチ持ってるのと、エマがロープ持ってるか。二個少ないな。二個少ないね。はい。少ないですね。本来何個くらい？ヒールトップ。あ、この辺は人狼ジャッジメントと同じと。ああ、いるわ。鉄パイプ。ああ。はいはいはい。トンネルと被った。てか、車の中でやんのよ。何やってんだ、ゲルこいつ。全然話はしないけど、みんな。最初はノリなのか。信仰的なものもできない。私はエマ信じるわ。どうして？どうしてエマを信じるの？はい。ノーアイテムって言うことってあった？ってか。ごめんね。アイテム持ってればノーアイテムっていう場合ある。一旦よろしく。人外ならあるよ。そうだよね、多分。連続殺人犯が。だよね。時短なしじゃなかったっけ？時短よろしく。時短よろしく。時短よろしく。まあまあ、いいんなら。時短よろしく。時短よろしく。時短よろしく。まあ、やっぱり初日はどうしようもない。他しない。はい。いや、まあまあ、無理だよ。一部解明、真相解明。なるほど。まあ、凶器の数が、多分みんなのリアクションだとちょっと少ないみたいなこと言ってたから。ってことはなんか人外が持ってるけど隠してるって考えた方がいいのか。なるほど。こういうところに逃げることもできるのか。まあ、殺人犯が遭遇したら、まあ殺しに来るみたいな。持ってるって言ったのは、エマとサンドラとゲイルだっけ？ちょっと待って。ケイとかあたりに行くか？はい。侵入しちゃいました、今。夜も更け。黒医者が行動しました。元軍人が行動しました。はい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 。え、客人たちってなんだ？あれ？フェイの部屋に生産カリがあったけど。あれ？フェイさん人外ですよね、これ。フェイさん人外ですけど、言っていいんすかね？告発しちゃダメなのかな？フェイはね、なんかね、ちょっと言ってたんだ。
召使い使用ペイ判代テアフェイの部屋に生産カレーやった。昨日アイテムの有無を見てフェイの部屋行った。あれ？おはよう。まあじゃあ、しようってる？カミングアウト。よし、よかったのこれ。まあまあ、いっか。しよういらなかったかな。あ、はい。じゃあ告発しますね。ミカは睡魔されるよ。ミカがフェイ一部告発？一部ってなんだ？よし、わかった。ミカがフェイにやればいいってことね。オッケー。まあ、俺が探偵に行けなくなるってことか。俺がまあ死ぬ可能性があるってことか。まあでも、フェイ医者かもしれんし、フェイ犯人ならミカ睡魔されても勝てるからよくね、別に。なるほどね。犯罪者ってのはわかるけど、殺人犯かどうかはわかんないってことか。まあ、アイテムの確認はできるのか。誰でも。まあ、そうだね、とかって言ってたのか。一部について、具体的に教えてください。告発画面になったらわかる。フェイ選んで一部解明。オッケー。時短よろしく。時短よろしく。時短よろしく。一部解明。はい。まあ俺は昏睡状態に合うから軍人が守ってくれるのか。まあ30秒前、俺の部屋守ってくれればいいのか。まあこれが犯人なら失敗します。あー、そういうことか。なるほどね。強靭を当てるみたいな感じってことか。つまりえっと、面白いかもしんないね、これ。なるほどね。あー、なんか人狼ゲームよりも一つ肉がなんか多いとか。で、ゲイルは多分違うくて。エリックは多分違いそうだな。うん、なんかフランクっぽいかも。直感知らんけど。いや、まあ俺忍び込めんのかな。眠らされると普通にそこで殺されるってことだよね、多分。あー、黒医者いるのか。眠らされるぞ、だろ、俺。ささやく共犯者と黒医者が行動した。俺、未亡人殺したのかな、もしかして。多分、フェイって。あー、スイマに襲われた。で、俺殺されんのか、これで。
あれ？あれ？二人死んだ。なるほど。二人死ってどういうこと？なんかアイテム持ってる人が死んだよね、サンドラと。連続殺人だから二人殺せんのか。ゲイは召使いだから、なんだ待てよ。今おらん。ある。でいいのか？まあ言ってもいいような気がするけど、特定できるから。フェイが佐々木って扱いなのか、共犯者かな。なるほど、生産管理が候補に上がると。所詮共犯者がアイテムを交換できるから。なるほどね。まあ、黒医者は生きてて、でも未亡人の可能性ってないのか。生きてもいいのかな。ない。OK。まあ、ないと言うんだったらないんでしょう。なるほど。未亡人は白陣営扱いになるのか。はい。時短よろしく。時短よろしく。打ち先とは。今日一部交換シーン。1分前。ビル殺していい。殺せる役職ってなんかあんの？なんか話してる直感だけど、エリックはただの見た気がする。ジェイミーか。まあ直感、なんか妙にさっきから説明をしてくれるから、まあ俺が人狼だったら親切にしたいかな。今から告発する初心者っぽいやつがいたら親切にしといて疑われないように振る舞うかな。無差別ビル。
るほど、これで勝ったのか。ちょっと中見てみるか。ハンジ。あ、なるほどな。ハンジって、そういうのもできるのか。無差別追放。おー、あ、メリルと、あ、ジェイ黒医者だった。おー、よかったよかったよかった。あ、で、負けたのか、これ、一族。あ、イキリでやって負けたみたいなこと。あー。え、面白いかも。まあまあ、今回は、まあ、エリックの、まあ、イキリで終わったと。まあ、ハンジってわかるよね、この無差別追放って。いや、面白かった。いや、面白かった、面白かった、これ。これはなんか、やれば楽しくなるかも。うん、うん、うん。こういうゲームなんだ、マーダーミステリーで。へぇー。え、じゃあみんな親切でよかった。ありがとう。参加してた人。へぇー。GG。